ましょう。さあ続いてはこちらをご覧ください。皆さんこちらの言葉を聞いたことがありますか？ファストドクター、1秒でも早く患者のもとへ駆けつける医師。そんな新しい形の医療サービス、ファストドクターにテレビ初密着いたしました。今回はどのような症状になりますか？お子様の症状の本日いかがなさいましたでしょうか？絶え間なく続く往診の依頼。休日や夜間に医師自らが患者の自宅を訪ね診察する新しいサービスが今注目されています。その名は、すいません、ファストドクターの名倉と申します。よろしくお願いします。ファストドクター。ファストドクターは保険も適用され、薬もその場で処方。現在およそ200人の医師が登録、東京23区を中心に活動しています。今回ビビットはファストドクターにテレビ初密着。すると、レントゲン1枚撮りますね。私たちが見たこともない様々な医療機器を装備、まさに移動病院。すごい高熱40度を超えていたので、で夫も仕事でいなくて助かりました。来ていただいてあれだけの金額で済むなんて、本当に助かりました。ゴールデンウィークの最中、不眠不休で患者を診察するファストドクターの姿を追いました。ゴールデンウィークも終盤となった先週金曜日。こんにちは、優勝です。よろしくお願いします。今日は一日よろしくお願いします。ファストドクター名倉義人医師、この日は夜7時から翌朝6時までの勤務です。ファストドクターは様々な症状を訴える患者のもとへ急行するため、常にたくさんの診療道具を準備しています。出発前の名倉医師にカバンの中を見せてもらうと、ファストドクターの7つ道具ってどんなものがあるんですか？一つは、医者にとって不可欠なこの聴診器ですし、血圧だったり体の酸素濃度を測ったりだとかっていうことで、そのバイタルの測定する機器、あとは治療に必要な、お薬ですね。その場で処方できる薬は70種類以上、現地ですぐ計算する会計セットも用意しています。さらに、患者さんの情報を伝達するためのスマホ、こちらですね。そう、ファストドクターに絶対欠かせないのがスマートフォン。患者さんの情報がこちらの方に送られてきて、で僕らもそれを確認しながら患者さんに診察をして、カルテも全てこちらの方で、書くことができますので、こちらで完結できると。すごい面白いですね。そうですね、もう全部フルセットで今日は持ってきたので、移動する病院みたいですまさに、うちらの目指すところですね、これが、はい。その頃コールセンターには往診の依頼が殺到していました。私、ファストドクター受付担当、上柳と申します。ゴールデンウィーク中ということもあり、この日はスタッフを増員。6人のオペレーターと2人の医師が対応していました。ファストドクターを利用するためには、まず患者が電話またはスマホアプリでコールセンターに連絡、情報はすぐに医師が持つスマホへと送られ、これをもとに自宅を往診。医師は患者の診察検査など必要な処置を行い、状況に応じて薬まで処方します。リビットが密着したこの日の夜間は7人の医師が同時に稼働していました。では今回はどのような症状がございますか？オペレーターは電話で患者の状態を把握、コールセンターに常駐の医師がすぐさま往診の必要性を判断します。ちなみにコールセンターでは医師がどの場所にいるのか確認できるようになっていて、
往診先に最も近い医師が急行します。とここでファストドクター受付担当の岩田が受け止まります。では今回はどのような症状になりますか？昨日ちょっとタイから帰ってきたんですけど、はい、はい、ちょっとあの今日になってちょっと嘔吐を夕方から3回ほど繰り返し、 あとちょっとあの下痢っぽい、はい、下痢の、はい、都内を移動中の名倉医師のもとへ訪問要請のあった患者の情報が入ってきました。失礼します。あ、すみません、ファストドクターの名倉と申します。よろしくお願いします。名倉医師が向かった先では苦痛の表情を浮かべる55歳の女性がいました。なんか現地で食べた中でこう生物だったりなんかそういうものってありますですかね？多分生物が、うん、東南アジアなんで、あ、なるほど、があったんじゃないかというところですね。楽しいから食べちゃったら、うん、なるほどなるほど。実はこの女性、ゴールデンウィーク中夫と共に3泊5日のバンコク旅行から帰国したばかりでした。突然腹痛に襲われましたが、夜間であったことや救急車を呼ぶことに躊躇したためファストドクターを呼んだといいます。これは大丈夫です。海外で、ね、拾ってきた菌ですとね、結構悪さをする菌もいますので、一応重症じゃないかどうか、ね、調べさせていただくために、血液を、ね、ちょっと調べさせていただいて、それで炎症の具合をチェックさせてください。名倉医師がカバンから取り出したのはファストドクター7つ道具の一つ、採血セット。指先から採取した少量の血液を検査装置で測れば、わずか数分で病気の重症度が分かるのだそうです。あ、そうですね、白血球の値、はい、3900とね、まあ、それほど高い値ではないんで、正常な範囲内ですから、まあ、ひどい細菌性の腸炎というわけではなさそうですのでね。あ、はい、今回血液検査や薬、交通費などでかかった自己負担分は11,140円。お世話になりました。ありがとうございました。新型ゴールデンウィーク中だったので、そうですね。助かりました。結構なかなか緊急外来もね、では一日分しか触れなかったりしますんでね。そうですね。両手に大きな診療セットを持ちながら、次の往診先へ向かう名倉医師。じゃあちょっと階段は持って上がりますね。医者の体力も大事ですからね。よいしょ、よいしょ。すみません、ファストドクターの名倉と申します。よろしくお願いします、はいはい、ベッドの上に横たわる58歳の男性。ちょっともう急に腰が痛くなられたと。そうですね、ちょっとこう重いものを思ったんですけどね。ゴールデンウィーク期間中、新居への引っ越し作業をしていたところ、腰に激痛が走り動けなくなってしまったといいます。ちょっと押していきますね。痛かったですね。これは大丈夫ですか？一般的に言われるぎっくり腰、うん、の可能性が非常に高いですね。引っ越し作業で重いものを持った時に一気に、ね、筋肉に負担がかかってしまってですね、今筋肉が炎症を起こしているような状況ですので。診療セットの中から取り出したのはコルセット。あとは痛み止めの薬を処方し、1週間ほど様子を見ることにしました。ぎっくり腰はもう本当に結構救急車で来られる方が多いんですけれども、痛み止めのお薬を使ってじゃあお家で休んでくださいでって言って帰ってくださいって言われても困っちゃうということが結構あってですね、本当にこういった症状は往診で見て、もうそのままお家で休んでていいですよっていうので解決できればすごくいいかなとは思ってますけどね。勤務開始からおよそ6時間、名倉医師はコンビニへ立ち寄りました。眠気予防のコーヒーとパン2つ、もう腹持ちの良さだけ考えてパン買ってます。疲
束の間の休息。実は名倉医師、普段は自らが経営するクリニックの院長を務めています。二足のわらじを履く意味とは。患者さんは不安でね、仕方がないので救急車を呼ばれたんでね、まあ、なんとも患者さん目線から言ったら仕方がないことだと思うんですけど、医療者側から言えばこれはやっぱり救急車を呼ぶ必要性が、まあ、乏しかったというふうな判断される事例が、まあ、結構あるもんですから、まあ、これだったら自宅で僕らが行ってその場で解決ができれば、まあ、患者さんにとってもいいことですし。年々増え続ける救急車の出動件数、中には急を要さない患者も多く社会問題化しています。ファストドクターは緊急性の低い患者の受け皿として3年前に設立。現在はおよそ200人の現役医師が登録しています。あ、ごめんなさい、ちょっと電話が来ました。はい、名倉です。名倉医師のもとに一本の電話が。そうです。40代女性、階段から転落して膝を受傷。はい、わかりました。歩行困難ということですね。はい、じゃあ往診で伺います。はい、はい、失礼します。要請があった自宅に急行すると立ち上がれない女性がいました。痛い方だ、痛いかもしれない、押しますよ。はい、痛い痛い痛い、ごめんなさい、ここは痛いね、ここで名倉医師が用意したのはある医療器具でした。今はちょっとこんな小さい機械でね、レントゲンもしっかり取れますんでね。今日を愛するライオンがお送りします。往診の要請で患者の自宅に駆けつけたファストドクター。そこには階段から転落し足を痛めたという女性がいました。骨への影響を調べるため用意したのは持ち運びが可能な小型のレントゲン撮影機です。いや、なんか本格的だなって感じですけど。じゃあレントゲン1枚撮りますね。はい、撮ります。レントゲンで撮影された画像はパソコンに送られ、すぐに確認できるのです。正面から見ても横から見てもとりあえず骨自体には起きない異常はなさそうですね、骨折だとかっていう感じはなさそうなので。骨に異常は見られなかったものの、足首を固定してしばらく様子を見ることになりました。患者の自己負担分はレントゲン撮影や松葉杖の貸し出しなどで合計21,200円でした。名倉医師がこの日担当したのは8件。最後の往診を終えたのは翌朝の午前5時半でした。まあ、そろそろ自宅に帰って、休ませてもらいたいかなという感じですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゴールデンウィークの真っ只中、この日往診の依頼件数は普段の3倍、389件。コールセンターではこんなやり取りが見られました。まずはご自宅で様子見てもらっていいと思います。ファストドクターは全ての要請を受け入れるわけではありません。そこには往診をめぐり医療現場が抱えるある問題点がありました。夜間休日に私たち患者のもとに駆けつけてくれるこのファストドクター、うん、皆さん聞いたことありましたか？皆さんも知らない、知らないって言ってましたよね。知ってる人が逆にすごいなと思いましたもんね。2、3年前から始まったっていう。3年前より運用
が始まっているんですけども、はい、でもね、マサイさん、あの VTR にもありましたけども、お子さんがいて、小さいお子さんいて、ただ旦那様は例えばお仕事でいない。そうなんです。やっぱりね、うちも、ま、7歳の子が熱を出して、7歳私が抱えて、11歳の姉ちゃんが1歳の子を抱っこして、みんなで救急に行くみたいなシチュエーションってありましたので、そういう時来てくださったら本当に助かりますよね。うん、まあ、こうしたファストドクターが増えている背景というのは、ご覧のように救急車の出動件数が年々増えてしまっているということなんです。まあ、やはり高齢化も進んでいますし、あるいは単身の家庭も増えているからということを名倉医師もおっしゃっていたわけですよね。出動件数に対して搬送された人数ってちょっと減ってるんですね。言ったけどもう大丈夫だっていう判断もあるっていうことなんですかね。はい、さらにもっと言うと、この搬送されているうち半分くらいは、まあ、軽症という判断、つまり救急車で搬送するほどではなかったと医師から見るとそうなんですが、私たち素人からはその線引きって難しいですよね。難しいし、不安だから電話してしまうっていうのも多いのかもしれないですよね。はい、まあ、今まではどういう仕組みになっていたかというと、私たちが具合が悪いなと感じた場合、患者判断に任せられていました。というわけで緊急性のある患者が救急車を利用できないということにも陥っていたわけですよね。緊急性の高くない患者が救急車を利用してしまっていた。ところがファストドクターがいてくれるとどうなるか。ファストドクターにメールや電話で相談を行うと、軽症と判断されれば自宅での経過観察でいいですよ、あるいは病院にかかった方がいいとしても今日じゃなくてもいいですよ、明日病院が空いている時間に行ってください、それまではこうこうこういう風にしていてくださいねと言ってくれる。ただもし重症の場合はすぐに救急要請をファストドクター側からしてくれるということなんです。側からなんですか。はい、患者さんが自分でかける必要はないということなんですよね。詳しく知ることができるんですね。はい、救急車の方にも。そして VTR でもご覧いただきましたが、お家にも来てくれる。うん、ただやっぱりお家にこの症状でお医者さん呼んでいいのかしらとためらってしまう方もいるかと思うんですが、まあ、そういった部分もまずはこのお電話かメールで判断してくれますので、うん、あとはもうぎっくりの人とかはね、うん、ぎっくりっていうのは軽症になるんですか。あの救急車での緊急搬送という意味では軽症に入るということなんですよね。はあ、ぎっくりで動けない状態だったら呼びたくはなりますよね。動かせない方法が一番ですね。だ命に関われないということで軽症の範疇に入るんでしょうけどね。ただそのね、やっぱり判断は我々には難しいので、うん、まずは皆さん問い合わせをしてほしいと。で今あのスマートフォンのアプリも開発されていまして、はい、我々が使うアプリできていますので、はい、うん、そこからあのお電話あるいはメールで問い合わせ、アプリで申し込みということもできる。あと詳しくホームページにも作られてるわけですよね、はい、このファストドクターの。ただこれまだ東京ぐらいなんですよね、このファストドクターがあるというのはね。23区これが全国に増えていくっていうことが、ね、まあ、必要になりますよね。医師の方からすると、例えば東京都の場合なんか大学病院などでね、はい、やっぱりなかなか十分に給料をもらえない人たちのある意味雇用確保の受け皿にもなってるっていうことなんですよね。ですか。だからそういう意味で言うと非常にリーズナブルな、まあね、はい、需要と供給がマッチしたということと、それからやっぱり広い意味で言うと、なんか訪問するからコストがかかりそうだけれども、無駄な救急車を呼ばないという意味では、非常にあの医療費全体を抑えられる抑制にもつながるし、子育て支援にもなるし、高齢者支援にも、介護支援にもなる、非常にいいシステムですよね。これでも一方で僕これ知ってたんですけど、これでも一方で一個難しいのはね、医師がある程度、医師がある程度経験ないと、現場行った時に、じゃあ僕内臓だけ得意ですとか、外傷だけ得意ですってダメなんですよ。すべてトータルで得意じゃないと、得意で、そのための医療ができないといけない。それには経験が必要なんですよね。じゃあ経験がある人が、ここで夜こうやって働いていただけるかってなると、またその問題もあるから、まず医師の確保。でそういうもののやっぱ難しさもまだありますよね。だから大都会以外でね、そうなんです、どのぐらいこういうファストドクターのシステムができるかということで、ね、だから地方都市とかちょっと地方行っちゃうと、やっぱりそこには距離の問題もあるし、うん、年齢層も高くなるし、うん、これをどういうふうに回すかっていうのがこれ課題ですよね。まあ絶対このシステムあった方がいいんですけど、医師の確保っていうところもね、今後考えていかなきゃいけないことなのかもしれないですね。広範囲でしたよね、知識がね。さらにね、あの今回も例えばファストドクターに問い合わせがあったうち、実際に往診に行っているケースは全体のうち3割程度に抑えられていると。電話の中で
対応しているということなんですね。そういうことなんですね。だからまずは知るということが情報の一つかもしれませんからね。ファストドクター、言葉だけでもぜひ覚えてください。さあ